来た。運が良かった、今回は。よし。やったー。思ったより早かった。もうダメかと思ったわ。マジで今回もう取れねえんじゃねえかなとずっと思ってたんだよな。ありゃ、19発だったら新記録だったね。そんじゃこれもね。あぶねえ、マジで諦めてたからな、今回。よし。合ってるよな。マップ23だな、オッケー。いやー、いきなり大声出して悪かったな。いけると思ってなかったからな、ほんとに。あー、ほんと、やれやれだよ。1000ルピー以上余ってるな。じゃあ、ついでにやっときたいことがあるんで。おっさん。写真。あ、そうなんだ。写し絵の道を極めようと旅をしていた若き日のわしが初めて伝説の写し絵を手に入れた記念日じゃ。うん。伝説の写し絵とは、この世のものならぬ人知を超えた存在を写し絵に収めたものでな。滅多なことで手に入るものではないが、そこは写し絵師であるわしのこと、たっぷりと集めておる。ところでリンク君も、わしと同じく写し絵に身を捧げたもの。秘蔵の伝説の写し絵を一枚分けてやってもよいぞ。うん。空いてるところがあったら、お主の写し絵の箱デラックスに入れてやろう。ちょっと見せてくれぬものかな？空いてるよ。空いてるところがあったら、写し絵の箱をこうすればいいのか？で、早速、写し絵を入れてやろう。と言いたいところじゃが、貴重なものじゃから、ただではな。150ルピーで譲ってやるぞい。まあ、そのためのお金なんだけどね。いやー、よかった。本当に、回線ゲーム、多分、ハートのかけら取る上で一番の難所だからね。なんかもらった。あ、1日1枚しかもらえないのか。おお、いきなりハイラル王の正面、ああ、ミーバス関係ない。また押しちゃった。いきなりハイラル王の正面絵か。ああ、これ全部で7枚あるんだけど、ちょっとカットして7枚集めるか、サクッと。どうせ朝昼夫逆転させるだけだから、見る場所ないしね。まあ、全部手に入れたら、一回写真見ようか。よし、これで最後のやつをもらったね。全7枚で、もともと1枚余分な写真持ってたから、これだね。これいらないから消しちゃおう。これ裏でお金稼ぐためにやったやつだし。で、最初にもらったのがハイラル王。まあ、これは、撮る時間がないからしょうがないよね。ガノンドルフ。これ、魔獣島だな。ガノンドルフ自体はなんか冒険中でも撮れるらしいんだけど、まあ、最終回の、ガノン戦で撮ることになるから、写真持ってく暇はなくなるわけだな。で、大妖精。これも、リンクが話しかけてないと出現しないので、撮影不可能だな。同じリーフでジャブー様も。多分今、あっちに行ってもいないしな。あ、女王もそうだね。話しかけないと出現しないもんね。フォド。あ、名前なんだっけ？ラルトだっけ？この賢者たちも同じように話しかけないと手に入んない。これで、一応、なんだろう、ほとんど、OK だな。今回の撮影中に飛行櫓に最後に行くんだけど、そこで撮れるやつ撮ったら基本的にもう撮れるやつ全部撮ったことになるかな。いやー、回線ゲームね、結局10回程度で済んだかな。もっとかかると思って、普通に諦めモードだったけど、開始してから15分ぐらいで、ゲットできたから、早かった方だな。じゃあ次の場所に行こう。次は、こっちの方角だな。隣のマップの、足形島に行って、その中に一つ。で、さらに地図を手に入れて、もう一つ
ゲットできるらしいな。まあ、足形島もついたな。ここ確か薬屋寄るの忘れてた。まあ、後で飛ぶか。どうせ、足形島終わったら飛ぶ予定だしな。どこだっけ？どっかに多分刺さる場所があるんだよな、フックショットが。あれかな？フックショットじゃないのかな？違う違う違う、降りて降りて。めっちゃ敵に狙われてるけど。登れねえ。波を来い。オッケー。あれ？登れないんだが？あ、こっちか。なんだろう。どうやって入んだ？竜の島は関係ない。ん？ん？あ、ここか。これか。草切んなきゃ今わかんなかったな。危ねえ。ここにちっちゃい穴がある。あ、これで中に入んのか。ここ攻略すれば2個もらえるはず。チュチュの巣窟みたいなこと言ってたから、弓持ってた方がいいか。弓とフックショットかな。赤なら対処はまだ楽だけど、青以外の多分ほとんどの種類が出るんじゃないかな。掃除する必要はないかな、特に。あー、いろんな方向があるな。こっちはない。あ？上があんのか？俺、未だに上に行く方法わかんないんだけど、これで。これじゃないのかな？あー、やっぱ登れたのか！止めてる間は登れたんだ。やっぱ登れたのね。全然それに気づいてなかったな。てか説明されてないからよくわかんなかったんだ。登れたんだ。これで森の島のやつも取れたわけだ。まあ別に、いらないからいいけど。なんだっけな、大したものじゃないんだよ、確か。幸せのペンダントかなんかじゃなかったかな。あった。登れたんだね。お金か。こんなのが他にもありそうだな。パート50を過ぎてやっと気づいたからね、今の。説明なかったでしょ、今まで。あー、いや、緑だったら引き寄せてやった方がいいか。あ、いっぱい出てきたー。いやー、どうだ、終わったか。これ何？お金か。お金もね、結局バードマンコンテストやるときに必要になるから、稼げるなら稼いでおきたいけど、欲しいのはこれじゃないんだよな。こっちか？塞がれてるのを、先に行くか。なんだ？横道？わあ、幸せのペンダントか。必要ないんだよな。おお、降ってきた。でも無視できるよな、これ。無視しよう。あ、おお、これは。ハートのかけら。
ここに宝のマップがあるはずなんだけどな。まだ見てねえよな。あ、今の緑のとこもやれば反対側に出たのかな。可能性あるな。ここだ。こっち側に出るんじゃないか、もしかして。見えない見えない。あれ、出ないのか。出ると思ったのに。討伐足りてないとか。出ないのか。どっか見逃しがあるかもな。外側になんかあったりすんのかな。少なくともさっきのような仕掛けはないな。こっちもこんだけだもんな。穴があったりするわけでもないしな。外に行って他に穴があんのかな。ここは特にない。ここじゃない穴がある可能性はまああるな。あれだな。あっちか。どうやって行くんだこれ。適当にその辺の島に上がるしかないか。上がれるかな。上がれた。こっからだったらいけるでしょ。いけねー。届かねー。あっちか。あっちの島なのかな。海面を上がれ。いったー。こっちからだったらいける?オッケー、いけた。日が暮れるね。遠いな、カメラ。ああ、これか。まあ、敵が出てくるだけだったらカットだね。はい、めんどくさい。やっと終わった。無駄に召喚が多くて、めんどくさかったな。魔法矢使いまくってだいぶ減ったね。さて、回収。これが、一応確認しよっか。46で合ってるかな。ページめくるのが多くて大変だ。合ってる。よし、じゃあもうここに用はないんで。一旦タウラの薬屋に行こうか。よし、来たぜ。新薬作ってくれや。5個あればできるでしょ?お、新しいチュゼリー。いつもよく、はい。おいら、これでも、薬のアーティスト、珍しいものを見たせいか、ふつとインスピレーションが湧いてきたのだ。はい。まあ、ここ前回と一緒だね。足りないの ?15 個いんのかよ。15個いんのか。作りたかったんだけどな。そういうことなら次回収録、あ、間違えた。次回収録するタイミングで15個集めれたら集めとこうかな。撮影終わったら回収しに行こう。出るとこは大体わかるけど、確率なのかな、出るの。次はプロロ島に行こう。
で、まあ、プロロとニオがあるんじゃなくて、ひし形の島。前にトライフォースを、じゃないや、あれは幽霊星か。幽霊星の地図を手に入れるために行った島かな。確か、あそこで合ってるよな。その近くに、さっきの海鮮ゲームで手に入れたやつがあるから、それをサルベージしに行こう。おっしゃ、見えてきたな。もうちょい、もう少し、はい、ここ。ピンポイント。で、これでハートのかけらでしょ。オッケー。で、一旦プロロ島に戻ろう。プロロ島に戻ってきたってよりは、隣の大地の神殿の方に用があるので、あれか、そっちに行くためのただの中継地点ね。よし、大地の神殿までまっすぐ行こう。よっしょ、大地の神殿に来たんだけど、その前にここはカモメを使って取る場所なんだけど、どこにある？あの上のやつか。あれはルピーっぽいけど、そんな感じでありそうなんだよな。上が一番怪しいな。どうしよう、正面では降りとくか。ちょ、スピード乗りすぎ。島に降りちゃっていっかな。いっか。あと暗いし。一旦昼間にしよう。OK。ヒョイの実は結構あるので、来るかな？当たる当たる。どこだ？これはお金だよな。どう見てもお金か。この上、あったー！ここは楽だな。敵もいないし。え、これ戻ればいいの？いつ手に入れたんだ、それ。どこで受け取った、今。さて、次。このまままっすぐ、東の方に行けば、二の目の島があるんで、次はそこで、さっきのね、祠、秘密の祠で手に入れた、宝のマップが、いるね。あれ、ここイカが出るんだっけ。あれ、ニノはイカって倒さなかったっけ。光ってる。足跡島で手に入れたマップがここで取れるんだが、入り口どこだ。てか敵はね、スルーしよう。ちょ、結構端の方だな。まっすぐ行けば取れるかな。地図に映れば、あ、映ったね。まっすぐまっすぐ。はい、ここ。危ない、また大砲飛んできてなかった今。これ取ったら逃げよう。逃げよう逃げよう逃げろ逃げろ。オッケー、風受けれるんだ。この出入り口の、あれ、今なんか自滅しなかった仲間同士で。で、ここをまっすぐ上に北上していけば次の目的地なので、そこまではカットでいいね。さて、目的のなんか
海域に入ったと思ったけど、すぐそこにあったな、目的のものが。潜水艦の中の敵を全滅させると今回ももらえるのかな。見張り、潜水艦の周りの見張りがこっちを一切見なかった。いいのかそれで。一人？舐められたもんだな。おっと、湧いて出てきたぞ。もしかしてめんどくさいやつ？魔力切れになる。あ、魔力切れた。気づいてないな。イエイ。まだ出てくる？また出てくるか。何体倒せばいいんだこれ。飲むか。ずーっと持ってるしこれ。あ、てかこれ後で必要になるから今飲んじゃまずかったな。いいや、カットしよう。あ、終わった。カットしようっつったら終わったな。矢が欲しいが、まあ矢はね、ハウラ島のテリーショップで買えるからな。また次回始めるときにはいっぱいにしとこう。おお、お前らおったんか。まあいいや、タールとかを破壊しなくていいや。もらうもんもらってさっさと次行こう。どうせ、あのね、さっきなんで魔力回復したのに使わなかったかっていうと、バードマンコンテストで空飛ぶから、結局そこでまた回復しなきゃいけねえからな。魔法矢撃つと、魔法力使っちゃうからしょうがないよね。バードマンコンテストどんな感じか全くわかんないけど。さて、船の下通っちゃった。ちょっと待てよ。この画面で、次はどこだっけ？あー、オッケー。竜の島か。で、竜の島に来たけど、目的の島ってどっちだ？あー、まず北か。まず北に行って、最後に、あの島か。あの島に行って、最後に、バードマンコンテストの会場に行こう。さて、まあ、ここの海域に入ったはいいけど、昼間にした方がいいかな。ここのダイオクタ倒すと、危ない、ちょっと待って。危ない、危ない、危ない。倒すともらえるんだけど、カモメが一切見えない。昼間にしよっか。雨降ってるな、近いな。ダイオクタいるとなんか雨降ってる印象あるからな。あとはカモメさえいれば、パッとわかるんだけど。お、来た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 。急に来たな、本当に。目に当てろー。大砲はね、目に当てると一発なんだよね。弓は二発だけど、あー、奥側に当たったな。うまいな、逆に。オッケー。最後外しまくってたけど。さあ、ここの中心でサルベージして、ハートのかけら。
爆弾もまあそこそこ使ったけど、爆弾屋で適当な額で買えるからな。これもまた次回までにはいっぱいにしとこう。はい、ハートのかけら。いやー、次で最後だな。あっちか。じゃあそのバードマンコンテストの会場までまっすぐ行こう。危ない危ない。ちょ。風向きを後で変えるから。まあ今降りて。先に、どうしよう。先にね。朝昼やっとこうか。上で風向き変えれんのかな。わかんないけど、今リンクがいる方向に風変えとくか。間違えた。まあ今さっき快速の方したから多分風いいようになってたな。はい、大空へ挑戦しに来たそこの君、リト族主催バードマンコンテストの受付はこちらですよ。方法道具、何を使ってどう飛ぶか、すべて参加するあなたの自由。海に落ちるまでにどれだけ飛べるか、ただそれだけのシンプルなルールです。最も長い距離を飛んだ伝説のチャンピオンが到達した場所に目印の旗が立ててあります。その旗を越えた時、あなたが新しいチャンピオンなのです。ジュールピーか。いやー、意外と安かったね。オッケー。では、そのはしご、このはしごから上へどうぞ。兄貴が上で待ってます。ところで、君の背中には羽も翼もないみたいですけど、まあ、何か空を飛ぶ道具を持ってるんですよね。期待してますよ。旗ってあれ？あ、挑戦者の方ですね。遥か正面に旗が見えますでしょ？偉大なるチャンピオンの出した最高記録、あの旗を超えるのです。あ、この人写真撮っとこう。もうちょっと離れた方がいいか。ちなみになんだけど、さっきの受付の人もそうだし、この人も田浦島出身の普通の人間らしいよ。あ、ここ魔力回復あったのか。なんかリト族が好きでコスプレしてるらしい。他になんかある？アドバイス。飛べばいいだけか。一応攻略サイトを事前に見た感じ、竜巻にうまい具合に乗って進めっていう風に書いてあったな。一応風向きチェックしとく？間違えた。ちょ。大丈夫そうだな。今迷う。その音鳴るんだ。うまい具合に次のやつに入れればいけるかな。うわ、読みが難しい。入れ。狙いすぎても多分ダメなんだよな。入れるかな。あ、無理だ。いや、いいや、スルースルーして奥に進もう。こいつの回転に乗れ。リンク乗れ。乗るんだ気流に。あ、いけるんじゃね。持つかな。え、魔力が持たねえ。うわー、これむずい。さては難しいか。はい、迎え来てくれる？いいセンスしてますね。ああ。運を手に任せ飛ぶだけですよ。記録は超えれてないわけね。おお、回復してくれた、ちょっとだけ。ちょっとだけだったな、本当に。風向きは多分大丈夫なんだろうな。あれ、マックスになってる。
多分変にね、竜巻追っかけたからだと思うんでね。うまい具合に当たればね、当たりそうだけど、あーどうだ、乗れるか。うわ、ちょっとかすめた。やべ、落ちる。使ってる使ってる、水使ってる水使ってる体の半分ぐらい持ってかれたぞ今。あー意外に大変なやつだこれ。いや回線ゲームよりはマシだな、あれが多分一番難関だから、それ分かってる。うん、マックス魔力2倍にしてたらギリギリだからな。結構ギリギリに設計されてるんだろうな。あれに乗れなかったのが痛いんだよな。あれなんかすごい勢いで高度下がってない？あ、乗れる。よし。最悪その右側のやつは抜けちゃっていいけど乗れそう。あ、スクルーしちゃった。次のやつには乗りたい。うわー乗れねー。うわー乗れなかったー。今の乗れたら、あ、でもいける、いけるか。魔力を持ってくれー、持ってくれ。ギリギリ、どうだ、どっち、超えた、あ、超えたんじゃね、なんか変わったぞ。いやー超えた、ギリギリ超えた。ただいまの記録はなんと257メートル。いやー素晴らしいものを見せていただきました。超えた、超えたか、やった。というわけで君は見事に兄貴の最高記録を塗り返し、兄貴の最高記録だったんだあれ、チャンピオン兄貴だったんだ。あんたなら立派なリト族になれます。保証します。とも2階の元チャンピオンもそう言ってます。やった、商品やったー。ハートのかけらが20、ハートのかけらが20、ハートが20になった。オッケー、まあ今回はこんな感じだね。いやー回線ゲームを結構素早くいけたし、バードマンコンテストはなかなか面白かったな。ギリギリに設計されてるのはちょっと意地悪な雰囲気あるけど。さてもうハート20でやり残したことは、まあハートじゃねえや、あのフィギュアを作ることぐらいなんだけど、もう取れないもコンプリートできないので、次回が最終回かな、収録分でいよいよガノンとの決戦になるかな。まあ収録外でそうだな、青チュチュ集めたりして薬の開発してもらおうかな。まあ写真はフィギュアにしてもらっといて、というわけで今回はここまで。それではまた次回、次回最終回だね。さよなら、バイバーイ。